確かなのだな。はい。つまり次のゼルダの誕生日が厄災復活の日になると。はい。写し絵の解析結果によればですが。時はないか、ゼルダよ。お前は騎士たちと共に勇気の泉へと修行に赴け、何としてでも厄災復活までに力に目覚めるのだ。はい。今の自分にやれることをする。それが無才の姫にできるせめてもの献身だと、そう何度も自分に言い聞かせてきた。けれど異物の研究も力に目覚められなければ徒労に過ぎません。皆それぞれの役目を果たしているというのに。私だけがいつまでも役に立てていない。姫様。あの、そろそろ一度休みませんか。ほら、私そのお腹が減ってきました。インパですが、もう余裕は。ついに最後のメモリーのアナライゼーションが終わった。はいはい、もったいぶってないでさっさと見せてくれる。ダメだね、ダメよ。これはそこまでだ。チッ。ミートしたことがうかつ。
くの民が私を信じ待ってくれている。これが最後の機会。大丈夫ですよ姫様、知恵の泉ならば必ずやうまくいくはずです。行ってまいります。お父様。シーカーストーン。フルワたちに何か。まさか。さて、ルーダニアの持ち場はっと。ありゃまさか。どうしてもう厄災が。どうやら先手を打たれちまったらしいね。これはまずいんじゃないの。ハイラル城が厄災の手に落ちたってことは。そなたはハイラルの姫の騎士。すべきことは理解しておろう。神獣がカノンに。そんな、私は民も仲間もお父様も私のせいで
目覚めてくれないの。私が今までしてきたことは結局何の役にも。ウルボザ様、今はわらわと共に戦ってください。わらわではやはり力が足りぬのか。いや、お前の踏ん張りで活路が見えてきたよ。
様、頼みます。お返しだ。でもダメか。ああ、けどどうやら僕たちにも風が吹いてきたみたいだよ。さて、まずは礼を言わないとね。ありがとう、助かったよ。フルボス。それからルージュだったかい。お前がいなけりゃどうなってたか。わらは一人ではとても。みんなの力あってこそ。まあ二人でもなんとかなったけど、いないよりはマシだったんじゃない。英傑様にもこんな一面が。積もる話もあるだろうが、お妃様、ハイラル城で何があったんだい。それが、それじゃあ、そろそろ見せてあげようか。神獣、バメドウの力をね。二度も奪わせはしないぞ。え、シード。俺と同じ力。
おめえ一体、うん、とにかく助けに来たんだゴロ。無茶は。おお、待っていたぞ。本気で行くぞ。よし、こいつを食らえ。片付いたな。ありがとな、リンク。さすがは俺の相棒。ユンボーだっけか。おめえもありがとな。俺様一人だったらヤバかったかもしれねえ。けどやっぱり不思議。本当にシドなんだよね。ああ、その通りだぞ。まあ未来から来たなんて言っても信じてもらえるかはわからないが。そいつも気になるが、今はもっと大事な話があるんだろう。姫さん、ハイラル城で一体何があったんだ。
実は。あの時は誰かに呼ばれた気がして、声の主を探すうち姉さんが魔物にやられるところが見えた。助けなければと思ったらいつの間にかルッタの中にいたんだ。あなたの力なのね。ありがとう。さあ、アッカレ取りで急がなくては。どうしたんです？ほら、行きましょう。どういうつもりだ？まだ分からぬか。奴らは思った以上に力をつけている。故にお前たちにも最後にもう一働きしてもらおうと思ったまで。お逃げくだされ。できるか。ならば命に代えてもお守りするまででござる。薬剤ガノンに捧げし逃げ、その役目を果たすがよい。